新特急草津新特急とは、日本国有鉄道が運転を始めた特急列車のうち、上野駅を始発、終着とする東北本線、高崎線を中心とした線区で、1985年3月14日、ダイヤ改正以前より運転されていた急行列車を格上げする形で185、軽電車を用いた列車を指していた故障。2002年以降、 新特急の呼び名は使用されなくなった。書籍によっては、列車種別として扱われることもあるが、正式には、新特急のような列車愛称の一部であり、列車種別ではない。市販の時刻表でも、特急、新特急のように、列車愛称の一部として表記されていた。新特急はそれ以前の特急列車とは異なり、自由席主体の編成であり、定期券所持客も、 特急券を別途購入することにより利用することが可能になった。また、50km 以内の特急料金についても、自由席については、当時の急行券と同額として、東北、上越新幹線との差別化を図った。これは新特急が、急行列車の特急への格上げというより、ダイヤ上は、従来の急行と同格の列車に、 特急系車両を充当しただけのものという位置づけの種別であったことに加え、新特急に運用される185系電車が、従来の165系電車をはじめとする、急行系車両の内装を、ボックスシートから、転換クロスシートに変えた程度であり、新型車両とはいえ従来ならば、急行料金が適用可能と考えられていた。 しかし、1981年より、伊豆方面の特急、踊り子285系を運用していたこともあり、急行列車として存続させることができず、特急料金の適用となることによる、実質的な値上げを緩和するために講じられた措置でも、ある。また、沿線自治体から、特急を停車させてほしいとの要望が多かったため、これに応える存在という意味合いもあり、 実際停車駅数も従来の急行並みかそれ以上であった。東北本線で運行されていた新特急ナスのについては当時停車駅がある維持した快速ラビットとの差別化が図れず利用客が伸び悩み後に一往復を残して快速ラビットに格下げされた。1995年12月には東北新幹線ナスの運行開始により 在来線の新特急なすのは新特急おはようとちぎ新特急ホームタウンとちぎに名称が変更された。1997年に北陸新幹線高崎駅長野駅間が先行開業した際には高崎線を経由していた L 特急浅間白山が廃止されたことから同線を経由する中高低期特急列車は新特急草津。 新特急水上、新特急、赤城のみとなった。2002年12月のダイヤ改正時に新特急の故障は廃止された。ありがとうございます。